やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そういや、ヴィーナス君といたサウナどうだった？おとじゃさんにやらかしたらしいけど、なんで知ってんの？俺がやらかしたこと。ヴィーナス君とサウナに行ったんだけど、おい、そこ、おとじゃさんも呼んだの。おとじゃさん来ないっつって。あ、じゃあちょっと時間ギリギリだけど、行けたら行くわみたいな感じで、あ、よかった、これ、もしかしたら3人揃うかもなと思って、楽しみしてたんだけど、前日確認したら、おとじゃさんに送った日が、1日ずれてたの、簡単に言うと。で、その理由っていうのが、集合が0時だったのね。集合0時ってマジでなんていうの、むずくて、なんか俺の中で頭おかしくなっちゃって、俺は10月9日の23時59分に予約を取ったんだけど、おとじゃさんには11日の0時って伝えちゃったの。え、それもちょっと違うか。待って、まだ俺激殺崩壊してる。とりあえずそういう1日ずれ方したので、おとじゃさんごめんって言って、その日に電話して、ごめんおとじゃさんね、こういうことがあったから、ちょ、申し訳ないけど6時間後にサウナ集合でって言ったら、いやちょっとどうだろうな、俺今日ってなると厳しいぞっていう。で、その日はおとじゃさんがなんかあのサイレントヒル2の配信をしている日だったんで、ちょっとどうなんだろう、際どいなみたいになって、今回は俺とピーナッツくんだけで貸し切りサウナに2人で行ってきました。0時から始まり2時半とかまでいました。で、終わった後に2人で深夜の誰もいない貸し切りそば屋で2人でそばをすすってから解散。最高の日だった、マジで。俺、特殊技能があって、糖分で決まれるんだよね。血糖値上がりまくって頭ぼーっとするとライトとか見ると十字に見えんの。ピカーって綺麗すぎて。で、お前ピーナッツくん、その状態までいけてる？お前そのレベルかっていう話をしたんだけど、全然そのレベルじゃなかった。ピーナッツくんはでも分かんないっすみたいな、いろいろ話をしてきましたよ、ピーナッツくんとは。で、ピーナッツくんのいろいろ、まあ自己紹介も兼ねてね、ピーナッツくんとこうお話をしていくうちに、ピーナッツくんがなんかもうずっとこう椅子にね座ってこう動かないわけよ、床を見つめて。ピーナッツくんどうしたのって聞いたら、うーん、俺スタミナのことが分かったよって言ってんの。急に何、俺ね、スタミナのことが分かったよってずっと言ってんの。何、どうしたの、何が分かったのって言ったら、スタミは人を楽しませたいんだな、ポンポコと会ってほしい。ポンポコもそういうやつでさみたいな。で、今回ポンポコさんと会ってないの、ポンポコさんとの会うの楽しみになりました。ポンポコ以外でポンポコみたいなやつに会うの初めてだよって言ってた。で、2人でサウナで1周目終わって2周目終わって、でちょっといいところでさ、なんかロウリュとかもアロマ選べたりして、二人ですっぽんぽん。もうサウナの中でもずっとくっちゃべって、サウナ上がって整ってる最中もくっちゃべって、で整ってる最中もさ、こう、お前さ、マインドフルネスって知ってるか。いや知らないけど、何それみたいな感じで言い出すから、お前目つぶって見てて、俺マインドフルネスを教えたり。で、俺もうここでまじ言っとくわ、そう、ピーナッツくんともうサウナ行った後にもうしつこく言ってるんだけど、俺のヒストリーみたいのを話す中で、やっぱり俺はオタクだよっていうことを言いたかったのね。オタク遍歴を教えてよって言われたの。ああ、じゃあ最初俺は中学時代の時はもう全くアニメとか興味なくて、高校1年生の時に会ったインターネット友達、そいつのことは俺好きだったの、尊敬してたの。だからそいつの言うことなんだったら俺はアニメを見てみようっていうことで、シュタインズゲートを初めて見たのね。知ってますか、シュタインズゲート。シュタインズゲートを見た時に俺の人生は変わりました。で、そっからオタクになって、俺見た順番も覚えてるよ。シュタインズゲートを見てさ、ピーナッツくん、あの花を見て、その後コードギアスを見て、ハガレを見たんだよっていう話をしたら、うん、俺オタクじゃねえから分かんねえなって。もう何だったんだ今の話は、何だったんだピーナッツくん、俺はなんでこんなに熱く語ってたんだよ。お前がオタクだと思って俺は共感し合うのかなと思ってお前に訴えかけたのに、何も見てなかった。お前シュタインズゲートみたいなのかって言ったら、シュタインズ何回かトライしたんだけどね、なんか最初のノリがきつくてね、最初の切っちゃうんだよね。まあいいとしよう、まあいいとしよう。で、その後にさ、まあそういうアニメだったりをどんどん見ていくと、まあエロゲーだったりにたどり着くんだよねって。エロゲーすんのスタミン、俺エロゲーするんだよ。エロゲーっていうのはな、エロっていうだけのコンテンツではなくて、
グロとかさ精神的負荷とかさその世の中では販売することができない強度の売る場所っていうのがエロゲーっていうコンテンツだけでエロっていう以外にもたくさんあるんだよコンテンツがっていう話をしたら興味があるって言うからマブラブっていうコンテンツがあるんで俺は何をしないと死ねないかっていう話になった時にマブラブの続編をしないと死ねないって言えるぐらいに俺はマブラブが好きだっていう話をしたので、そうしたらあーでもねエロゲーはね前からしたいと思ってたんだよあのオタクとしてさ誇れるじゃんやっぱりお前はさちょ まずねその時は俺はうんって言ったんだけどアニメもちょっとは見てねえやつがエロゲー一本見たぐらいでオタク語れると思うなってチラッと思ったんだけど俺はそれを飲み込んでまあ分かったよピーナッツくんマブラブしよう頼むねっていう話をして彼のマブラブやるのを俺は待ちです今っていうのも配信で言っちゃもう彼がね逃げれないようにしちゃいます私は。でここでお前さマブラブするのにはねお前そこまで一発目から言っても楽しめないだからアニメの下絵ゲート見てコードギアス見てさ俺の好きな花咲く色を見て最近で言うとさテニスラも新しいの始まったよってそんなこと言ったらな見ないんだよ。段階を経ずに俺が崇拝してる一番崇拝してるマブラブというコンテンツをぶつけました。そしたらピーナッツくんから何が返ってくるかって返答待ちなの今。なんかピーナッツくんやっぱりさなんか LINE の返答とかも遅いの。俺はその返答がないのにオイラインして毎回マブラブのウィキを抜粋してそれと一緒に URL 送んのよピーナッツくんの LINE に。本作の舞台となるのは一卒不可能な地球外起源種ベータとその戦争により地球の総合 総人口が100億人、10億人にまで減少してしまった過酷な世界っていうそのウィキの抜粋した一文とスチームの URL を送るっていう作業で、やっとその俺の熱意が伝わりまして、いや、やってくれるって彼は言ってたんで。そうで俺ボンボコさんに企画提案1個しようと思ったんだけどちょっと弾かれちゃったのがあって、 AI やってみてえなーと思ったの俺。でもあっちめっちゃクリエイターだから音楽とか作る、俺はさつつかれても何も思わないけどあっち音楽とか作るからそこきついなと思って。 AI 問題にちょっとね、 AI ってもうなんかその反 AI めちゃめちゃいるからね。反 AI とかこれからの時代だいぶそう、いや俺ね、いやそれ思うんだけどね、具体的に AI 使えなくね。俺なんかその前も言ったんだけどビジネスメールとかさ書けないからさ自分の文言とかをチャット GPT ちゃんに直してもらうぐらいしかしてないんだよね。なんかありますか皆さん、そういう時代に追いついてますか皆さん、どうですか。やっぱり適応するものだから人っていうのは、どうしても新しく出たものに食いついていかないと。特に今時代っていうのはたくさん進歩していくし、そういう情報もあるんだへーって言っていつものツイッターインスタグラムだけやってるんだと人っていうのは置いてかれていくんですよね。チャット GPT 無料でねアプリインストールできます。そんな中でどういう使い方をするのかっていうのを模索するのが、まあ、時代の食いつき方だと思うんで、で今世の中が出来上がってくのってなんでかっていうと一歩目が軽いからなんだよ。一歩その世界に踏み出してしまったらその物事に染まれるから物事って今加速していってんの。その一歩も踏み出せない人っていうのが置いてかれちゃう。一歩踏み出せばすごい2本目3本目が楽なのに一歩目も踏み出せないから、そういう人にはなりたくないよね。そこっていうのがね、てかもうこの BGM この段階で入れるのやめよう。毎回このモードに入れられる。この曲の後に絶対このさ麻生太郎くっから、これの後に絶対くんだよ。この後にさ来んの、はい、なのにやり始まりましたスタミナジャパンでございますって来るから、これちょっと外しとこマジで。切り抜くだけショート動画になる、いや切り抜くだけショート動画になるような深みがある話してないんだよねショート動画にあるこの BGM のものって喋りたいことがあるファーストこの BGM 載せてんだ。俺この BGM に俺が操作されてんの、内容なんてあるはずないじゃん。こいつに俺が操作されてんだから喋りたいことなんて元からねえんだよ。さっきのみたいな麻生タイムを経てしても俺はね、いや置いてかれてる側なんだよね。なんか AI をかましてなんかやってるかっていうとなんかなくて、その人自身成長しなさそうって思っちゃう。その思考がちょっと古い可能性ある。俺もその思考だよ、 AI に任せてたら成長しないんじゃないかって。いやでも俺たちの成長なんかより今 AI の成長の方が強すぎて AI に寄りかかった方がいいものできちゃう時代っていうのが多分あと 4,5 年で出来上がってんじゃねえかって。そこの脳って成長する意味ないんじゃないかなっていう。お前らも気を張ってないととんでもないところにいるぞ。